はい、では続いて言いますけど、イギリス時代の話をちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、イギリスはね、あのホームステイして、まあ、英語学校通うのに1年通うのに十分ぐらいのお金、はいはい、230万240万ぐらい貯めて行ったんだけど、はいはい、だから初め1年の予定で行った。あ、そうだったんですね。いや、で結局何年いたんでしたっけ。6年すごいですよね、6年いたんですよね。いや、あのね、向こう行ったらあのバイトすれば生活費稼げるんだよ。はははは。でもっと行きたかったからバイトして1年延長で、で24の時行ったから、へー、あの30。そうなんですね、うん、魅力は何だったんですか、ね、伸ばしたいって思う。いや、とにかくね、ロンドンが好き。ロンドンが好き、いるだけで嬉しいみたいな。へえ、そうだったんですね、うん、ロンドンの。だってよく言うじゃないですか、イギリスはご飯がまずいとか、なんか帰りたいみたいなのとかよく聞くんですけど、うん、俺日本レストランで働いてたから、まかないはいつも日本食食べてた。だから日本食を食べてたら全然なんか帰りたいとかもなく、うん、そうだね、一回も帰んなかった。一回も帰らず6年間ずっと、一回も帰んない、飛行機一回も乗んなかった。すごい、旅行でフランスとスイスとアイルランドは行ったけど、 あとまあイギリス帰る前ちょっとイギリス国内行ったけど、はい、飛行機何にもなかった。お金なかったもん。すごいですね。そうなん、6年間あ、じゃあそのままいて更新できるわけなんですね。そうそうそう、うん、なんかさ、あの学校の先生にこの子は真面目に勉強してます、はいはいはい、あとその学校にコースでお金払ってますみたいな、はいはいはい、証明書みたいなのをもらってきて、ホームオフィスっていうクロイドンっていうところにあるので、はいはい、そこ行って、でも毎年ね、長くいればいるほど審査が厳しくなる。あ、そうなんですね、うん、あ、こいつは怪しい、あ、なるほど、労働者っぽいみたいな。あ、でもいいですね、バイトできるっていいですね、アメリカよりその辺はいいですね、うん、バイトもね、あのね、一応ね、申請しなきゃいけないんだけど、ジョブセンターっていう、なんだ、ハローワークみたいな、ジョブセンター行ってスチューデントワークパーミットっていうのを、ほうほうほう、なるほど、応募しなきゃいけないんだよ。で、それあると、ん、学校ある時間20時間、夏休み、春休みとかないときは週40時間まで働いていいです、うん、でも別にそんなのいちいちさ、チェックしに来ないから。あ、なるほど、あはは、そう、一応持ってればいいみたいな感じで。で、もうずっと日本食、他もやったんですか、いろんな、うん、一番初めの10ヶ月、まあ初めの1年弱ぐらいはクリスタルパレスって言って、ちょっと離れた、中心から離れたところにいたから、南の方にスポーツセンターがある、うん、だから日本レストランがなかったから、うん、なんかイギリスのレストランで働いてた。イギリスのレストランで、英語はどうだったんですかね。英語はね、英語はサバイバルレベルは大丈夫だったよ。あのスーパー行って、ね、大学3年の時英検2級、はい、お、英検2級よかった。そうだったんですね。大学の時はあの水産大学なんだけど、ラジオの NHK の英会話番組、大杉正明先生の、はいはいはい、聞いてやってましたね。自分で会話全部暗記してた。サバイバルで、でウェイターの時大変でした。どうでしょう。え、ウェイターやってた時、最初、一番最初イギリス料理やってた時、ね、そうだ、戻ると、学生の時、水産大学行ってる時、米軍のホテルで働いてた。あ、そうだったんですね、うん、あの広尾にさ、乳酸のホテルっていうのが、はい、天元寺橋っていうのがあったけど、
そこで2年働いてて、1年ウェイター、1年バーテンダーやってて、そこってお客さんアメリカの軍人さんだから、そこであの話す練習っていうかは知ってたから、じゃあ結構大丈夫、結構あの生活するのには困らない、ね、だから買い物行って、これくださいみたいな、ジョブインタビューみたいなのあった、最初のその面接してウェイターの、あったそれはね、それはなんか書かなきゃいけないのは、なんかフォーム書かなきゃいけなくて、それ意味わかんなくて思ったの。あ、でもね、それはウェイターじゃない、キッチン。あ、キッチンだったね。サラーだって。なるほど。ああ、なるほど。じゃあまあそんなに英語ができなくても。まあキッチンスタッフの人とは英語で喋る。なるほど、なるほど。はい。そんな感じだったんですね。で、そんな感じでアルバイトしながら、あ、でロンドンに移るとか、学校も変えるってか、変えた感じですか。同じ学校じゃなくて。そう、学校変わって。クリスタルパレスも一応ロンドンなんだけど、まあ、ゾーン4、はいはい、そうそう、ゾーンあるやつ、そうそうそう、で、ホームステイあれだから引っ越して、なんだあのホームステイじゃないんだけど、ホームステイっていうか家の中の一部屋を借りるみたいな、ああはいはいありますね、はいはいはい、レッツっていうのは、でトイレとお風呂は共同、で部屋の中に冷蔵庫と水道となんか電気のクッカーがあって、そこでなんか自分で作ってみたいな、そんな生活だったんですね。そこは5年いたな。うわ面白い、5年、うわ面白いですね。じゃあ次はあれですね、学校で何勉強してたか聞きましょう。学校英語だよ英語学校だから。じゃあ、あの学校で最初入った時こういうの勉強してて、でこう、上がってくんですか、レベルがこう、あ、そうそう、語学学校って。じゃあその話しますね、はい、聞きたいこといっぱいあると思ったやっぱりクリスタルパレスにいた時はアングロスクールっていう、まあ、私立のプライベートの結構ね、真面目な学校で、60分授業が午前中3コマで、昼休みあって午後2コマだから、朝9時って4時ぐらいまでいるみたいな、長いっす、結構長いですね。そう、1日5時間かける週5日へえ、で結構インテンシブだったんだけど、でもそれはね、あのジェネラルイングリッシュみたいなクラスで、だからジェネラルイングリッシュだとさ、なんかあんまりどこに向かってるのって、宿題とかもないし、だから授業中なんかアクティビティとかやったり、なんか文法をやったり、でもやっぱ午後になると疲れちゃうからさ、なんかゲームみたいなのやったり、ビデオとかもさ、ミスタービーンズとか、ああはい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 、フォーティータワーって知ってる、フォーティータワーとかよく見てた。へえ、で授業だからね、まあ授業数は長いんだけど、あんま真面目にやったって感じじゃないんだよね。で、それ10ヶ月行ったのかな、9月に行って、その次の年の4月ぐらいまで行って、それから転校して、あのもっとセントラルロンドンの学校に行って、そこは大学の付属の語学コース、ウェストミンスターユニバーシティっていうのがいいんだけど、ちょうど俺が行った時ポリテクニックとユニバーシティ変わるところで、ポリテクニックをセントラルロンドンっていう名前で、なんかね、外国人用の英語コースがあって、そこは午前中3時間、だけど、ファーストサティフィケートのコース、はい、あ、なるほど、FC ですね、そう、ケンブリッジ AK ですね、そう、はい、FC で、ね、真面目なっていうかね、公立のとこはそうなのかな、公立のとこってさ、公のお金使ってるから、はいはい、結果を見せなきゃいけない、あ、なるほど、なるほど、はいはいはい、だから、あの
大概公立の学校って英語のコースってケンブリッジ英検の級に沿って合格率どのくらいですみたいな。なるほど、なるほど。そこは授業は1日3時間だったんだけど、宿題とかいっぱい出て、でも、うん、そっちの方が勉強してた。FCE、CAE、CPE、うん、をだん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 やってたわけですね。そう、ね、初めの年は9月に行って、3月まではジェネラルイングリッシュで、うん、イースター休み明けから FCE のクラス行って、で、6月の試験で受かった。でグレード B だったからです、はいはい、グレード、グレード ABC って C が合格で、はいはい、B だとグッドパスみたいな、はい、OB みたいな。で夏休みを終わって、はいはい、9月からあの CAE のコースで、はいはい、でちょっとなんか調子に乗ってたから、あでもそうだ、それで夏休み中に引っ越してきて、で日本レストランでバイト始めたりして、結構生活あの変わってね、忙しかったっていうのもあるんだけどね。 CAE は初めて行った時フェイルの、はい、あれって ABCD だとナローフェイルだけど、はいはい、ABCD E だと全然ダメ、全然ダメってことね、はい、全然ダメだって。D ABCD E みたいな感じで、 CA と FC レベル全然違いますもんね。そう、本当に全然違うんで、そうで、すごいショックで、いやこれはまずいと思って勉強して、1月から、ね、あでもね、それってほら12月に試験受けてさ、結果が出るのって結構2ヶ月ぐらいかかっちゃう。ああそうですね、だからこっちはできてるつもりだから、あなるほど、あのプロジェンシー、はいはいはい、CPE のクラス1月から始めちゃったんだ。あなるほど、 CPE のクラス始めちゃってる時さ、なるほど、グレード E フェイル の結果来て、でそのままあの CPE のクラス取ってて、はい、だけど6月に受けたのはあの CAE の方で、なるほど、まあそれは受かった。2回目で、でも CC でギリギリだった。CP まで合格するわけじゃないですか。合格して、うん、行ったわけですよね。すごいですね、でもそこまで、ね、それ最終年ですか、うん、それとも前に合格した、行って次の年の6月に FC 受かって、でその次の年の6月に CA 受かって、はいはい、でその次の年12月が CP 落ちて6月に受かった、はい、だから3年で受かって、で4年目からはね、はい、あのねケンブリッジディプロマオブイングリッシュスタディーズっていう、はいはい、今もうなくなっちゃったテストなんだけど、はいはい、英文学のコースがあって、あーなるほど、英文学、それを取り始めて、はあはあはあ、でそれでシェイクスピアとかやって、すごい面白かった。シェイクスピアが好きになった。イエイツとかさ、はい、やりました。もうやった、いや、やりました。もちろん英米文学専攻だったと思ってます。次回は日本に戻ってくる話を聞こうと思います。チャンネル登録お願いします。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care. Bye.